大阪市立塩草立場小学校は大阪府大阪市浪速区にある公立小学校。地域の児童数の増加により、1907年に大阪市難波第5尋常小学校として、従来の大阪市難波第1尋常小学校より分離する形で創立した。難波地域の小学校では1921年、従来の難波創立順の番号での校名を、難波学校所在地の地名へと一斉に変更する措置が取られた。これに伴い、大阪市難波慈予想尋常小学校へと改称している。国民学校令の実施により、1941年に国民学校へと改編された。難波地域では、その際に学校名の難波の干渉を廃止する措置も同時に取ったため、大阪市塩草国民学校と称している。1945年に大阪大空襲で被災して校舎を焼失し、また校区の被害も甚大だったため、1946年には元町国民学校に統合されて休校となった。その後戦災からの地域の復興により、1952年に元の場所に元町小学校の分校として復興し、1954年には大阪市立塩草小学校が再開校した。児童数の減少に伴い2014年4月1日、立場小を統合し、大阪市立塩草立場小学校と改名した。ありがとうございます。